どうも大輝です。普段は年商1億円ほどの小さな会社を一人で経営しています。今日のテーマは超現実的にお金を引き寄せる方法。お金との関係性について解説していきたいと思います。一応僕ですね、サラリーマンは半年、個人事業主は6年。法人化して3年経験する中で、やっぱり常にお金がなかった月収20万の貧乏時代もありましたし、お金が入ってくるんだけど手元に残らなかった時代もありました。やっと最近ね、ちょっとずつ手元にお金も残るようになっていったんですけれども、自分とお金の関係性、本当に変化してきてます。今日はその経験をベースにしながら、お金を引き寄せる自分になるにはどうすればいいのか。このテーマでですね、1、お金とはそもそも何か。2、お金との関係性がいい人、お金を引き寄せる人っていうのはどんな人なのか。3、どうすればお金を引き寄せられるようになるのか。これ5つぐらいポイントあるんですけれども、この1、2、3、3つに絞って解説していきたいと思います。それでは行きましょう。本題に入る前にですね、皆さんにとってお金ってどんな存在ですか？やっぱりお金って普段生活していく中で、切っても切り離せない存在ですよね。電車に乗るにしても、ご飯食べるにしても、何するにしてもお金ってかかってくるわけです。僕思うんですけど、このお金について知ろうとすること、お金について学ぼうとすること、お金を稼ごうとすること、これらの行動は今を真剣にそして誠実に生きてるなというふうに思います。お金の話をするとそれを否定する人いますよね。そんな稼いでどうすんのとか、なんかがめついよねっていう方いらっしゃると思うんですけど、大きなお金を動かせるようになればなるほど、人のことを守ることができたり、何かを生み出すことができたり、どんどん人生が楽しくなっていきます。やっぱりね、たくさんの人に貢献しようと思うと、その分お金ってかかってくるんですよね。例えば僕の場合、著者や講師の方の研修やイベントを作る会社経営していますけれども、例えば場所を借りてセミナーしようと思ったら会場代かかりますし、宣伝しようと思ったら広告費かかりますよね。で、講師の方に払う講師料、これもかなりかかってきます。円滑に運用するためのスタッフ人件費とか事務局の経費、これらも全部かかってくる。僕の会社も年商で1億超えるようになりましたけれども、結構運営や活動にお金かかってくるわけです。なので、お金について正しく勉強して、お金について正しく理解して、そしてしっかりお金を得れるようになる。これは楽しい人生を送るにおいてめちゃくちゃ大事なことだと思います。夢を追うにはね、やっぱお金必要なんですよ。例えばマザー・テレサいますよね。マザー・テレサってめちゃくちゃお金集めるのうまかったらしいですよ。経営者とかお金持ちの人に、あなたこんだけ成功してるんだからこういう意義のあることにお金使いなさいとかって言って、どんどんお金集めるのうまかったそうです。他にも日本だと坂本龍馬とかいますよね。坂本龍馬だって幕末でこう日本を変えていったって言いますけれども、いろんなとこに出没するその旅費だったり食費だったり活動費って誰が出してたんでしょうか。絶対お金がないとそんな活動できないですよね。なので、何か大きなことを成したいとか誰かの役に立ちたいと思ったらお金必要なわけです。お金を稼ぐということは人にたくさん貢献するということになります。これお恥ずかしい話でですね、僕はずっと自分がただただ豊かになりたいと思ってたんですね。自分が稼ぎたい、自分が成功したいと思った。この時期は全然お金増えなかったです。お金は増えなかったし、お金の循環も悪かったですね。入ってこないし出てくばっかりみたいな感じ。そんな時に先輩の経営者の方とご飯食べてました。そしたらその方に言われたんですよね。大輝くんさ、大きいお金を動かしたいと思ったら、やっぱり自分プラス誰かを幸せにするとか、自分プラスお客様、自分プラススタッフの皆さん、関わる皆さんを豊かにする。自分と一緒に周りの人を豊かにすると思わないと絶対それお金入ってこないよって言われました。お金についてたくさん勉強して、いい意味で失敗もして、自分なりにちゃんと関係性を見直していった方がいいよってアドバイスをいただいたんですよね。たくさんお金が集まる人っていうのは、お客様や銀行さんだったり、いろんな人からの期待や信頼をお預かりできるってことになります。自分がね、欲しい収入ってあるじゃないですか。その欲しい収入に見合う信頼や信用を集められる自分になってんのかと。それを問われた時にですね、結構僕はね、なんかそんな自分になってねえなというふうに思ったんですよね。で、そこで学ぶようになってから、本当ありがたいことに僕自身の年商も1000、3000、5000、1億と上がっていくようになりました。本当昔はね、お金が出てっちゃうと思ってたんですよ。特に税金とクレジットカード。税金が来ると、僕税金あんま払いたくなかったんで、あんま払ってるんですけどね。住民税とか払うの嫌だったんで、明細が、引き落としにせずに明細が家に届くみたいなやり方をして、ギリギリまで貯めるとか。あとクレジットカードも自分が使ってるのに、なんか払う時に誰だよこんな使ったのってなんか自分に切れて払うとか。お金さんとはそんな関係性からのスタートでした。で、僕の周りにいる経営者やフリーランス、講師、著者の先生たちも、皆さんやっぱりご自身でお金との関係性、ちゃんと見直されてる方すごく多いです。それでは本題に入っていこうと思います。1、お金とはそもそも何かという話なんですけれども、これ調べたりするといろんな意見が出てきます。例えば、紙切れですっていう人もいますし、エネルギーですっていう人もいますし、愛ですっていう人もいますし、政府が発行したなんちゃらかんちゃらでとかってこう難しいこと言う人もいるんですよね。これ全部正解だと思うんですけれども、僕がしっくりきた考え方というのが、お金とは感情が乗る便利な道具であるという考え方です。これどういうことかと言いますと、まずお金を道具として見た場合、3つの機能がお金にはあります。1つ目が価値保存機能。皆さんちょっと考えていただきたいんですけど、お金ってやっぱり金属だったり紙だったりするので基本腐らないですよね。これ僕らが仮にお金の代わりにおにぎり使って物々交換してたら、何か買いたいと思ってもそのおにぎり腐ってたらそれ使えないじゃないですか。なのでめっちゃ簡単に言うと、お金って腐らないから価値が保存されてて使いやすいよねって話です。これが価値保存機能。そして道具としての2つ目の機能というのが、交換機能になります。お金があることによってお金と何かを交換することができます。お金がない場合は物々交換になるわけです。例えば僕が、ドライヤー欲しいなと思ったとしましょう。僕の手元にはおにぎりしかないと。そうすると僕はドライヤーを持っていて、かつおにぎりと交換したい人を探さなきゃいけないんですよね。これめんどくさいじゃないですか。お金があると物と物が交換しやすいよね。これが2つ目の交換機能です。3つ目のお金の機能は価値尺度機能。僕がドライヤーが欲しいと。ドライヤー欲しくておにぎりと交換したい人を見つけたとしましょう。でも僕はおにぎり1個しか持ってなかったと。で、相手からすると、いや、このドライヤーめちゃくちゃいいから、おにぎり10個分必要なんだけどって言われた時に揉めますよね。で、第三者を入れたとしましょう、そこに。仲介役を。第三者が言うには、いやいや、ドライヤーとおにぎりなんて比べる価値もないと。そんなこと言われたら、もう交渉破談ですよね。何も交換できない。お金にはこの保存、交換、尺度、この3つの機能があるので、すごく便利な道具なわけです。そこにね、税金っていう仕組みが入ってくると国の経済が活性化してとかあるんですけれども、それちょっと今日は置いといて、お金があると便利だよねっていうことを再認識いただければと思います。ただ同時にここからちょっと厄介なのが、お金がそれだけ便利だからこそ、お金をたくさん持っている人には尊敬が集まったりとか、お金がないと劣等感を感じたりとか、いろんな感情がお金には乗ってくるんですよね。例えば皆さんこんなことありませんか？お給料日にホッとするとか、全然稼げてない自分はダメなやつだと感じるとか、過去の僕みたいにお金を払う時に嫌な気持ちになるとか、あとは誰かとお金の交渉や請求をする時になんか変にドキドキしちゃうとか、このお金にはいろんな感情や解釈が乗ってきて、ただ道具であれば便利なんですけれども、そこがめんどくさいんですよね。特にお金がなくなるとか、奪われるとか、お金が足りないとか、こういったことを感じている人というのは、お金との関係性が悪い人ということになります。これ面白くてですね、お金をたくさん稼いでても関係性が悪い人っているんですよ。僕の周りの経営者の方、投資家の方で、何十億っていう資産を持っているのに、これがなくなるかもしれないから、ビジネスやめれないとか、投資やめれないって言ってる人本当にいるんですよね。お金がある自分だから愛される。お金を持っているから自分はすごいっていう風に、自分の価値とお金の価値を一緒にしちゃってるので、結構周りから距離を置かれちゃったりするんですけれども、できればお金との関係性がいい状態でありたい。僕自身も思いましたし、皆さんもそうだと思います。じゃあ、お金との関係性がいい人ってどんな人なのか、お金を引き寄せられる人っていうのはどんな人なのか、この話を今からしていきます。お金との関係性がいい人たちというのは、お金を使う時とか、お金が入ってくる時とかに、自分はどんな感情を感じたのか、どんな思考を持っているのかっていうことを自分で分析して、自分こう感じてるんだなっていうことを腹落ちして納得した形でお金と関われてる人、これがお金との関係性がいい人になります。例えば僕の場合、税金を払う時になんか嫌な感じするなと感じたとしましょう。そしたら僕はね、紙に書くわけです。あれ、なんで俺今嫌な感じしたんだろうなと。例えば住民税の支払いだったらね、支払い用紙で払う時、コンビニのレジに移っただけなのに、なんで俺なくなったとか奪われたって感覚になったんだろう、そういったことを書いていくわけです。で、そうやって書いていくと、せっかく自分が一生懸命働いて稼いだお金だったのに、何に使われるか分かんないところにどんどん流していく、嫌だなと思ってたなとか、自分のものなのに手放したくないっていう執着があったなっていうことに気づくわけです。でも税金って払うじゃないですか。なので、じゃあ自分はどんな自分でいたいかなっていうふうに思考が入っていきます。で、それを自分に聞くんですよね。そうすると、執着しないぐらいめちゃくちゃ稼げるような自分になりたいなとか、正しく納税して、正しく節税して、しっかりお金を残せるような自分になりたいなっていうふうに、お金さんとこんな関係性を作りたいなっていう自分が見えてくるわけです。で、お金との関係性がいい方というのは、このお金を払った時に自分がどんな感情を感じるのか、逆にお金をいただく時にもどんな感情を感じるのか、人によってはね、多すぎていただけないですとか、受け取るの苦手な人っていうのもいるんですよね。ここをしっかり自分で自分のことをジャーナリングして紙に書いていって、本当は自分どんな関係性を作りたいのかってことを育んでいく。そういった思考をされてます。僕はね、よく自分の動画でよくジャーナリングが大事って言うんですけれども、本当にジャーナリング大事です。ちなみに、ジャーナリングの動画30万再生突破いたしました。皆さんありがとうございます。まだご覧になられたことない方はね、ぜひこの辺に概要欄か貼っておいてもらいますので、ご覧になられてみてください。また例えば貯金ね。僕も昔全然貯金できませんでした。で、貯金したらいいって分かってるんですよ。なのにできないんです。使っちゃったりとか、貯金するのが無駄だとか、怖いってっていうふうに思っちゃうんですよね。なので僕自分に聞きました。あれ？なんでそもそも俺貯金しないんだろう？できないんだろうと。投資した方がいい。分かってる。定期的に勝手に引き落としされるように設定すればいい。そんなの分かってるわけです。でもなぜかできない。これなんでなんだろう。まあそうすると、いろいろ出てくるわけです。自分の銀行の残高が減るのが嫌とか、まあ内心貯金できなくてもなんとかなるでしょ。とか、自分の本当の思いみたいなのが出てくるわけなんですよ。で、そこでまた僕は自分に、本当はどうなりたいんだろうってことをまた問うていきました。そしたらですね、毎月一定額たくさん貯金したとしても、銀行残高が増えていく自分になろうとか、僕は別に貯金そんなになくても安心できるタイプなんだけど、うちの妻や子供のためには、やっぱある程度ちょっと貯金していこうかなとか、そんな人間になりたいなっていう思いが出てきたんですよね。で、あ、俺これを大事にしていこうって決めたらなんか自然と貯金ができるようになりました。で、お金っていうのは面白くてですね、皆さん。自分が設定した通りの金額が毎月入ってくるんですよね。皆さんあんまり考えずにパッと答えていただきたいんですけれども、今月皆さんいくら入金されますか？皆さんの銀行口座に。パッと出た金額が今自分の潜在意識に設定している金額になります。いやいや、給料決まってんだからと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、その給料を選んでるのはあなたですよね。自分が月給30万にふさわしいと思ってたら30万の会社選んでますし、自分が月給1000万にふさわしいと思ってたら1000万の仕事してるわけです。で、この辺のお金との関係性が上手な方は、お金に対してどういう設定をしているのか、ジャーナリングして自分で設定を書き換えています。僕2年前年商が1億だったんです。で、3億円にしたいなと思って3億って設定したんですけれども、去年の年商 1.6 億だったんですよね。ちょっと上がりました。ってことは、僕は3億って口では言っているんだけれども、あ、1.6 とか2億ぐらい、ちょっと成長するぐらいが自分にはふさわしいって思ってたんだなっていうふうに思いました。なので今年の目標は 2.2 億ぐらいになるといいなと思ってます。その後3億円ね。まあ3億っていうのはぶらさずに言っていこうと思うんですけれども、内心ぶっちゃけこう思ってるなっていうことに気づくことってすごく大事なんですよ。で、こうやって自分がお金に対してどんな感情を持つのか、どういう設定をしているのかっていうことを見ていくことによって、お金との関係性っていうのはどんどん良くなっていきます。では最後はですね、どうすれば現実的にお金を引き寄せられる自分になっていくのか。こちら5つまとめましたので、一個一個紹介していきたいと思います。1、床を掃除する。これドイツの心理学者の方の言葉で、見えている床面積と収入は比例するって言葉があるんですけれども、確かに成功してる人の家に遊びに行くと余計なもの一切ないんですよね。で、これ部屋に余計なものがないっていうのは、今の自分にとって何が必要で何が必要じゃないかしっかり分かっている。要は心の状態が部屋に反映している。なので部屋がどちらかってるとか、何か物が散乱している方というのは、今の自分にとって何が必要で何が必要じゃないか分かってないと思いますし、捨てたらいいけど捨ててないものがたくさんある方っていうのは、決断を先延ばしにする癖がついちゃってるんですよね。決断を先延ばしにする方っていうのはチャンス逃しやすいですから、なかなか収入を上げるチャンスっていうのもつかめないのかなと思います。ご自身のお部屋は自分の心の映し鏡だと思って、まずすっきりさせていきましょう。2つ目は腸内環境を整えるです。床と同じ考え方かなと思うんですけれども、腸内環境が悪い人っていうのはネガティブになりやすかったり、エネルギーが下がっていきます。これ僕が作った動画の中に、どうやって自分の腸内環境の状態をチェックするのか、そしてどうやって良くしていくのかっていう動画もありますので、ぜひご覧になってみてください。で、僕の周りにいる著者の方、経営者の方は、ご自身の腸内環境や健康を維持する習慣を皆さん持っています。ぜひね、ご自身なりの方法で自分の腸内環境を整えてみてください。そして3つ目、今日の動画でずっとお伝えしている、お金が入ってくるとき、お金が出ていくときの感情のジャーナリングになります。僕たちはお金が入ってくるときもお金が出ていくときも、いろんな思考や感情を感じます。ポジティブなこともネガティブなことも、全部自分にとって必要なことです。お金を使ったときに、出ていっちゃうなとか、なくなっちゃうなと感じたとしましょう。そしたらですね、それを感じることがダメではなくて、今の自分なくなったって感じてるなと。そしたら今度はお金を払ってでも、もっとまだまだいっぱいお金があるなと思える自分になれたらいいよねっていう風に自分に許可をしていってください。ね、自分から湧いてくる思考や感情を否定すると、これが不幸の始まりなんですよね。自分から湧き上がってきたもの、感じたものは一切否定せずに、自分にとっての全部ギフトだと思って大事にしていただいて、じゃあ本当はどうしたいんだっけ？どんな自分になりたいんだっけ？っていう風に自分に寄り添っていきましょう。4つ目がお金の受け取り方を変えるという方法です。で、お金の受け取り方には全部で5つあります。1、時間で受け取る。これは時給とか、月給もそうですよね。2、能力で受け取る。これ例えば動画編集できますよとか、ウェブページ作れますよとか、事務局代行できますよとか、これ能力で受け取るという方法です。3、価値で受け取る。その能力を使って生み出した価値を評価してもらって受け取るという方法になります。例えば、めちゃくちゃ申し込みが来る申し込みページを作って、それで1000万円売り上げるので100万円くださいとかね。これは能力を使って生み出した価値を評価してもらって受け取るという方法です。で、4つ目は責任で受け取る。これは経営者の方にすごく多いんですけれども、経営者の方って能力がある人とか価値を生み出している人を従業員に抱えて、その人たちが安心して活動できる場所を責任を持つことによって作り出し、お金を生み出していって受け取っていくっていう方法を取られてますよね。なので責任で受け取るという方法もあります。そして5つ目は権利で受け取る。これは例えば株とか不動産とか、会社の売却とか、あとは本の印税とか、そういったこう自分が持っている権利でお金を受け取るという方法もあります。僕の場合は最初時間で受け取るというところからスタートしました。ただ時間で受け取る代わりに自分の能力を高める。例えばマーケティングだったりとか企画だったりとか、セールス。これを働かせていただきながらこの能力を高めました。そしてその能力を評価していただけるようになって仕事を受けさせていただく。例えばウェブページ作ったりとか、ホームページ作ったりとか、広告配信しますよとか、そういったことでお金を稼いでいきました。で、その後、それを掛け算させて大きな売り上げを生み出しましょうと。その大きな売り上げを生み出したうちの何%かください。こういった形の仕事の仕方をするようになっていきました。そして今は、そこで出た利益や売り上げっていうのを何かに投資をして、さらに権利でお金を生み出すっていうこともやっています。ほとんどの方最初は時間で受け取るからスタートになると思いますので、時間を提供する代わりに自分の能力を高めて、その能力で楽しく人に貢献をして、幸せにお金を稼いでいくのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。で、お金との関係性、お金のジャーナリングをしていると、何か仕事をするときとか、誰かとお金の交渉をするときに、そこで揉めなくなったりとか嫌な思いしなくなるんですよ。ちなみに能力を上げていくには、その能力を使って、いい仕事をしている人にたくさん触れていくことがおすすめです。いい人とどこで出会えばいいですかってよく聞かれるんですけれども、これは本屋行ってください、皆さん。本屋に行くと、その分野の一流の方がたくさん本を書かれてますよね。で、その本を手に取って、あ、この人素敵だなとか、この人から学びたいなっていう人がいたら、その人の門を叩いてみたりとか、その人の情報を追いかけたりとかするといいと思います。で、僕自身もプロデューサーという仕事をしてますので、例えば、秋元康さんとか、つんくさんとか、ジブリのプロデューサーさんとか、あらゆるいろんなプロデューサーさんやコンサルさんの本を読ませていただいたりとか、講演会にも行ったりして、あ、こんな考え方あるんだとか、あ、こういう人いるんだとか、そういったことを勉強させていただいております。そして最後、お金を引き寄せるコツ5つ目。5つ目は、達成の6フェーズを理解するということになります。お金を幸せに稼げるようになるということなんですが、ゼロからお金を幸せに稼げるようになる。ここまで行くにはやっぱり正直ちょっと時間かかるんですよ。ね、明日から大富豪とか、なかなかないですよね。よく広告とか見てると、月いくら達成しましたとか、V 字回復しましたみたいなのあると思うんですけれども、一時的な売り上げっていうのは誰でも作れるわけです。で、大事なのは、幸せに楽しくお金を生み出し続けられる自分になる。ここが重要なんですよね。で、そうなった時にはやっぱり多少の時間と労力、これがかかってきます。そんな時に皆さんに知っておいていただきたいのが、達成の6フェーズという考え方です。これは人がどういう流れで進化し、成長し、そして失敗するのか成功するのか。このパターンが大体決まってると言われています。これはアレックスさんという方がいるんですけれども、この人32歳で資産1500億というもうとんでもない成功者なんですが、その方も YouTube で語ってますので、ちょっとご覧になられてみてください。簡単にざっとお伝えをすると、1、根拠なき希望。2、情報による絶望。3、どん底。4、失敗。5、根拠ある希望。6、達成。この6フェーズになります。ちょっと簡単に解説すると、この根拠なき希望。これはですね、なんかいけそうって思ってる時です。例えば僕であれば、YouTube をバズらせるとか、1年間で10万人に行くとか、これなんかできそうって最初思っちゃったんですよね。これなんでそう思っちゃったかっていうと、やったことないので、現実も知らなければどれくらいそれが大変かっていうことも知らないからなんですよね。そして2、情報によって絶望します。実際に動画撮ってみると、シナリオを考えるのってこんな時間かかるんだとか、なんか流れるように話すのって結構大変だなとか、今もね、これシナリオ見ながら話してるので、全然流れるように話してないんですけれども、要はむっちゃ大変じゃんって思うわけです。そして3、どん底。僕自身やっとの思いで全力出して作った最初の動画、300再生でした。で、最初からね、僕で3000再生とか5000再生とか1万再生いくって思いながら出したのに、最初に思いっきり作った動画300再生だったんですよ。で、2本目も300再生、3本目も300再生だったんですよね。こんなにエネルギーかけて、労力かけて作ってるのに、これしか回んねえんだって正直思うわけですよ。もちろん300再生でも 30% のね方が最後まで見てくださってたら100人の方が見てくださってるので、それはそれですごいことなんですけれども、やっぱり普段見てる YouTube の基準がね、何十万再生っていうのばっかり見てますから、すぐうまくいくと思っちゃうわけです。そしてほとんどの方はこの理想と現実のキャップで苦しんでやめてしまうんですよね。僕の場合だったり、他の経営者の方、うまくいってる方っていうのは、苦しむフェーズがあるってことを分かっているわけです。そしてここで試行錯誤が始まります。で、この試行錯誤というのは闇雲にするわけではなくて、その道の分野ですでに結果を出していて、教えた人も結果が出ている人から客観的にフィードバックをいただいて改善していったりとか、僕の場合 YouTube は自分でアナリティクスを見て改善していったんですけれども、うまくいってる方の本を参考にして、どうやってリサーチをして、どうやってシナリオを作って、どうやって語っていくのかっていうのを改めて試行錯誤し直して作りました。で、これでうまくいくとですね、あれこうやってやったらうまくいくんじゃないかっていう仮説が立つわけです。あとはその仮説を検証するという形で自分なりの価値パターンを作っていきます。こうすることによって達成をしていくんですよね。これは筋トレでもそうだと思いますし、セールスとかでもそうだと思います。どの分野でもこの6フェーズは当てはまる。よくこういう話をすると、結構長く続けてるものがあってやめときわかんないんですけどどうしたらいいんですかって聞かれることはあります。結果が出ない時っていうのは、そもそも時代に合ってないか、やり方が間違っているか、苦手か。この3つぐらいに原因当てはまるんですけれども、自分じゃ気がつかない原因に気づかないといけないんですよね。で、それを教えてくれる人っていうのはやっぱりその道の師匠になりますから、その分野で結果が出てる人に客観的に見てもらう。そういった第三者の視点をお借りして、分析して考えていくしかないと思います。でも最後は感情論ですので、自分やったしもういいかなって思ったらやめたらいいと思いますし、いや、もうちょっとできるかもしれないという期待があれば、そこに全力投球することをお勧めします。なぜかというと、そこで全力投球できたものっていうのは、仮にそれがうまくいかなかったとしても、次のとこでも全力投球できますから、そうやってやりきる姿勢がやっぱ大事なんですよね。そこで悩んでる方は悔いのない判断をぜひしてください。はい、ということでここまで皆さんいかがでしたでしょうか。で、今日はお金とはそもそも何か、お金の関係性がいい人ってはどんな人なのか、お金を引き寄せられる人っていうのはどんな人なのか、そしてどうすればお金を引き寄せられるようになるのか、これを5つの秘訣に分けて解説をしていきました。そしてですね、このお金を引き寄せようと思った時にですね、そもそも自分のこと好きですかってこと、これめっちゃ大事なんですよ。自分のことを嫌いなままお金を稼いだとしても何も幸せじゃないんですよね。なので次回の動画では自己肯定感、自分のことを好きになるというテーマで動画を作っていきたいと思います。このね、自己肯定感上げるのってめちゃくちゃ簡単なんですよ。で、このコツを押さえていただきますと、どんどん自分のことも好きになりますし、どんどん自分のエネルギー、波動上がっていきますので、ぜひね、チャンネル登録いただいてお待ちください。で、僕の動画ですね、一本一本、シナリオに全力投球を込めて作っております。なので、ちょっと更新が不定期なんですよね。大変申し訳ないんですが、チャンネル登録いただきまして、ちょっと長い目で見て待っていただければなというふうに思います。で、LINE のメルマガにご登録いただきますと、様々な特典を用意しております。1つ目が、やりたいことを見つけてお金に変える方法。2、やりたいことを見つけるコンパスノートの書き方。3、コンパスノートの記入事例。4、めっちゃお金貯まる方法。5、めちゃくちゃ幸せになる方法。6、僕が自分の波動を上げるために実践している行動リスト。7、僕自身が0から年商1億円達成するためにしてきた5つのこと。これらの特典を全て無料で配信をしております。また、僕の周りにいる著者、経営者の方をゲストに呼んだ勉強会などもほとんど無料で開催しておりますので、ぜひ概要欄から LINE ご登録いただきまして、情報をお待ちください。で、またこの動画、今日僕と初めてご縁あった方はですね、お前誰なんだとか、本当にちゃんと会社やってんのかとか思うと思います。僕の普段の様子は Vlog だったりとか、Instagram でも配信をしておりますので、こちらも概要欄に載せております。公式ホームページにはお客様の声なども反映しておりますので、ぜひご覧になられていただきまして、どんなやつなのかチェックいただければなというふうに思います。最後まで皆さんお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。